どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスじゃない、何を言ってるんだ。最後の、夏になってまいりました。いきましょう。特殊能力縛りいきます。まさかのちょっと最後失敗してしまったので、超特訓これはとも痛いんだよね。いきましょうか。準決勝、アンドロメダ学園高校対パワフル学園高校。普通のパワフル高校か、これは失礼。あ、当主彼な。なるほどなるほどなるほど。ナマキもいるみたいだね、ちょっと奥の方に。行きましょうか。あ、いいじゃん、1点リード。そして、チャンス、4番、行きましょう。ワンアウト、ランナー2塁。ゲッツーはねえだ、多分。いいよいしょ。あ、スライダーか。いい高速スライダー持ってやがるぜ。落ちる球がないのが気が、まあ、落ちる球がないっていうのは少し気は楽かもしれないですね。結構変化球苦手なんで。さあ、どうだ、弾道は？いいぞ、今度こそ行けたー。まあ、タッチアップか。よし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 。ギダという扱いだね。どうせば点入ってほしかったな。よし。まず1点リード。あ、2点リード。いいぞ。ノートランナー2塁。よし。毎回得点もらおうか。さあ、来い。よいしょ。これはいった。これは間違いない。これこそ間違いない。行ってくれ。よーし。皆さん分かりましたか？特殊能力だけでホームラン打てるんですよ。ということが今回立証されたということで。えい。4対0。ありがとうございます。いいね。そう。これがね、ある意味もう脳みの本気だよ。さあ、そして、どうだ？あ、ツーアウトランナーなし。ランナーなしでも俺は打つよ。ホームランだから。2本打ったらもう褒められるから、周りに。よいしょ！これはライト方向行くんじゃねえか。弾道はいいぞ。どうだ？惜しい。今のは、ナイス判断だったね。ちょっとよく取ったよ。ちょっと跳ね返りのボールを。もう1本行こうか。ワンアウトランナーなし。お、トナカ、都中か、トナカか、まあいいや。スタミナ G といえど。ああ、なんかまだまだ、未成熟。未成熟というか若いね。いやー、でも打ちづらい。変化球がいいもん、なんかいいね。失礼、百里が。よわ、失礼しました、ちょっと今、かなりね。最高。あ、もう疲れた。もう疲れた。スタミナ G だからね。うい、一球ボール。つづ、さこい。行くぞ、今ホームラン絶好調だからね。不調だけど。よいしょ、あー、ファール、ファール、ファール。ファールだって、フェアっぽいし。フェアっぽいし。くそー。で、チームは、よーし、完封。いや、ピッチャー勝ってるから関係ねえや。あ、完封ではないけど、なんとかゼロで抑えました。いいですね、うちのチーム。チームなんだかんだ言って着実に点取りますしね。先制してくれるからやっぱ助かりますよ。ただ、優勝、どこだろう。決勝がだから、暁大付属になるのか。それとも、なんだっけ、激闘第一になるのかが迷い、気になりますよね、ちょっと。やる気あげよう。カタアップ、うん。練習するのもあるなんだけど、ここはね、やっぱでもやる気なしでもいける気がすんな、なんとなく。なんか、技術ポイントない、あ、精神ポイントか。精神ポイントが一番ないんだ。じゃあ、精神ポイント、メンタルを、やろうかな、という感じで。うい。で、これでやる気上がってくれればいいんだけどな。お！おい。はは、人気あるな、と。ランニング行ってきます。まったく羨ましいでやんす。矢部くん。あ、はい。受け取ってください。何？俺っすか？はい、え？なかなか人気者。いやいや。お、やる気上がった。やった、よかった、ありがとう。助かった。普通がいいんだよな。激闘第一ね。わかりました。行きましょうか。じゃあ、ちょっと普通になった状態で試合行きましょう。筋力がバカみたいに溜まってんだけどな。早急か。どうしよう。あ、でも技術ポイント結構使っちゃうんだよな。その代わり。使うのはいいんですが。どうしようかな。あ、フルカウントもあるか。あ、チャンスメーカーいいな。チャンスメーカー。一つ、取っとこう。でもね、いける気がすん、なんとかなるだろう。よし、じゃあ行きましょう。はい、試合開始。さあ、ペース的にはかなりいいんじゃないでしょうか。ついにホームランも出ましたからね、念願ですよ。ようやく出たっていう、待ってましたで、本当に行きましょう。都道府県大会、決勝。アンドロメダ学園高校対激闘第一。激闘第一、これ、第一イメージ。服がこれ青なんだよね。パワープロ2013の激闘第一は黒なんですよね。行きましょうか。激闘第一誰か言う、なんか、気になる選手いるかな、誰か。なんか、いかにもモブ感がいるんだ、あるんだけどな。中園くん。速い、140キロ。いいもん持ってるじゃない。スタミナ B、コントロール B。いいフォーク。ボール球だった。いや、俺チャンス、4番までだから。よいしょ、1球ボール。最高。いくよ、チャンスメーカー持ちだからね。
変化球きついな。さあそして、あでも 0-0 勝負で、あ来た、ワンアウトランナー一塁。これは普通にヒットを1本打って、あーした方がいいな。これは普通にヒット狙います。ごめんなさい、ちょっとあのね、勝ちたいから、やっぱり甲子園行きたいですよ。こんなこと言ってらんない、やばい、そんなこと言ってらんないよ、こんなバッティングしてちゃ。よいしょ、抜けろ抜けろ、よーし、もう一人帰ってくれるだろう。もう一人は無理か、無理だな。よし、1点リード、いいよいいよ、確実に点取って、よし2点入った、いいぞ、そのまま行ってくれ。今のところ本当に失点してないから、3年目になって。さあ来い来い、ったー、ゲッツーコース。うん、いやでもこれヘッドスライディングダメかー。ヘッドスライディングを効かないか、やっぱ足が遅いからな、もともとで。あ、ツアートランナー一塁。さあ強振してみようか、1安打してるしね、もう。さあこれでホームランでも打ったら最高。おおっと、違った、ゆっくり待てばいけたかな今。うーん、スクイー、またか、苦手なんだよなこういう待つのが、おっちょこちょいなんですよね。なんか、うん、すぐにちょっとこう打ち気になっちゃうっていう。よいしょ、うーわー、ファールか。ちょっと違うな、なんかもうちょっとしっかりとヒット1本で、ヒット1本で帰って、これだー、変化球だと思っちゃったよ、これダメだよ、変化球だと思って打っちゃうな。さあチームは、おっと、危ねえ危ねえ、勝った、よーし、甲子園進出決定、危なかった。あー、2点か、まあ1点は何度か稼いだから、一応4番としての仕事は果たしたのかなっていう風に感じたいですね。ただこのペースではまずいと、成績上はね。うん、はい、1安打1打点、評価上がるならよし、上がればいいや。うん、よーし、台風めってやるぜ、やる気上がってほしい。肩か、肩練習すげえ上がんな。うん、あ、甲子園乗り込みまーす、行こうぜ。8月1週目、早速だね。バスが来た。ロボット、あっという間に着いたと思いきや、実は何度も何度も同じ歌を歌ってたと。もうそんなんば歌うなよ。お、ちょうと、もう、ちょうとくんは終わりだからね。ごめんなさい、ちょっと喉が。うん。ずっと喋ってると喉にこう変な、こう、何かこう、つっかえがあるんですよね。さあ、どうしようかというか、ちょっとね、じゃあ、打撃練習しとこうかな。技術ポイントがね、あまりにもないんで。で、それで精神ポイントも貯めてっていう感じでスタンスでいきましょう。どうしようかな。いやー、これは普通に、あーでも、柴崎、どうだろう。何か得られそうなやつがあるのか、これ。柴崎。ヘッドスライディングとか、いや、今更いらねえな。打撃だな。ほい、まんべんなく。さあ、だいぶ使って、あ、明日の会社、そうだね。甲子園から帰ってない。ほう。あ、大西さんたちは素質が違いますね。あ、僕は中学県大会で優勝したけど、ただのリリーフ投手のナンバー2でした。いつから、人から憧れて尊敬、いつかだね。人から憧れて尊敬されるナンバーワン選手になりたいなって。あらしまる。でもダメですよね。また誰かのおかげでやっぱり違うのかな。私は実力、ナンバーワンの実力、私の野球の実力はナンバーワンですらなかった。え？この写真を見てみろ。あーね、これ以前のね、彼ですよ。これは、この写真はお前が入部する数ヶ月前の私だ。大西さん、私は野球が好きだったが、下手の上に体力もなく、選手にすらなれなかった。野球は団体競技、いくら好きでも。あまりに下手くそでは、敵も味方も相手にしてもらえず、満足に試合も出してもらえない。なるほど。だから好きな野球をプレイするため、上達する環境と手順が魅力だった。私はみんなと野球がしたかったんだ。なるほど、そういうことだったのね。ん？ちょっとなんか真面目な雰囲気だね。これが本当の大西だよ。僕はそう思って逃げていたかも。すごい人は初めからすごいんだって。もう違ったんだ。努力や知識で勝ち取るものもあるんだって。うん。もう頑張ります。お、いいね。おー、かっこいい。最後の大西の勇気を見ろと。声かけられないじゃないか。俺のやる気も上がって、上がらないか。もうこうなったら上げるしかないですよね。自分の能力、もう。だから能力を上げていくしかないですよね。さあ行きましょう。翌日どこ？お忍び高校。ああ、忍びの里の出身。気になるな。ああ、なるほどね。はいはいはい。レギュラーの時。自分の打席のみプレイですね。基本的に。さあ、そして、能力アップ。何かないかな。結構技術ポイント溜まりましたからね。ああ、タイピン、あ、これピッチャーだ。危ね、危ね。やっぱ、精神ポイントがきついな。どうしよう。じゃあ、とりあえず、早急でも持っとこうかな。意味あるかどうかわかりませんが。で、どうしよう。あ、これはな、あ、フルカウント丸、持っとこう。はい。
で、あと、ローボールヒッターはこれハイボールヒッターがなくなるからダメ。ブロック丸は効かない。あー、まんべんなく見てから判断すればよかったかな。よし、一応これで保留にしときましょうかね。はい、じゃあ早速行きましょう。試合です。お忍び高校。いやー、決めたいな。できれば甲子園優勝。まず、そのためには初戦決めなきゃいけないっすよね。いやー、でも何、多分3試合、2試合3試合ぐらいやると思うんで、頑張りましょうか。なんかわかんないけど、お忍びってこうなんか可愛く見えちゃうよね、ひらがながさ。そんな気しません？行きましょうか。おー、甲子園。そうだよ。このサイレンが聞きたかったの、俺は。行きます。さあ、ツーアウトランナー1塁。行きましょう、能見くん。府中で調子、噛んじゃった。府中ってなんだろう。よし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 やあポテンと落ちてくれりゃいいんだが。残念。あー、おー、少々、いいぞ、いいぞ。あれいい、なんか、いい打撃戦になってるな。珍しい。最高。もみ、見してやれ。お前の、バッティング！よし！オッケー、今度こそ落ちろ！よーし、ワンベース。あんなバンドよく取れたなって気しますけどね。どうだ？あー、ダメだ。よし、追いついた。いいぞ。4-4、いい試合してるね。さあ、相手の早間もそろそろ疲れてきたと見たところで、決めたい勝負。いいよ、パワーヒッター持ちだからかなり行くはずだよ、当たれば。あー、違う。スクリュー。ミート押しするか？ここは。いや、強振でいく。やったーこれはダメだ。まあ、チャンスでね、チャンスでこそ俺の仕事、おーしゃ、いいぞ。そのまま1点リードのまま行きたいですよ。うい。ノーミです。あー、違う。スライダーか。コントロール A だから打ちやすいはずなんだよな。よいしょー、どうだ、落ちろ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 、ワンベース、よーし、チャンス広がった。ワンアウトランナー一塁、後を任せたよと。ゲッツーが一番ダメだからね。俺は足をつけるから。よっしゃー、点入った。呼ぶない、危ないよ。最終回の守りがもうおろそかで、もう。6-7で勝ちました。ありがとうございます。本当に怖いわ。いやーってなるじゃん、もう。いきなり点グワーって上がるとさ。まあ、勝ったからいいけどね。結果論として。怖いですよ。もう気をつけて。はい。勝ったとは、2安打いただきました。よーし。はい。8勝利やったディエンス。まあ、ラッキーだったね。精神練習。あー、最後で、あー、でもやる気を上げようかな。精神練習しようかな。精神練習します。怪我するのが一番嫌なんで。よいしょ。はい。54。いいね。大事だよ、これ絶対。あ、試合、お、まさかの連勝。準決勝の、あ、準決勝か。で、おー、明日の準決勝の対戦相手は、優勝候補筆頭の帝王実業。なるほど。あー、お疲れー。そうだね。研究していくでやんす。DVD で準決勝見るには、準々決勝か。うん、バッターもやるなー。あ、出た。山口、このフォーム。おいおい、このエースの山口ってやつは間違いなく超高校級だぞ。まさかり投法からの落差ならフォークが武器でやんすね。いや、山口だって。いや、なんでもない。ちょっと席を外すよ。ほう。ん？お、電話する。お、あら、大西さん。え、山口さんの肩について？ちょっと気になることがあるのかな？そうですか。何？ああ、アンドロメダ学園？聞いたことのない高校だな。そんな高校、上昇無敗の我ら帝王実業の敵じゃないですよね、山口さん。うん、さあ、おしゃべりはおしまいだ。着替えて練習に行くよ。あ、はい。もぞもぞ。つっちゃ。もう、うわ、急に目つき変わるっていう。山口さんって帽子をかぶると性格だけじゃなく、髪型まで大きく変わるよな。髪型も変わるって謎だよね。すごいね、なんか。帽子の中にしまってんのかな？さあ、あ、事実上の決勝戦。いいじゃん。お前たちが帝王実業か？我ら、王者帝王に挑戦する無敗の挑戦者はお前たちか？無名だね、失礼。王者とは肩払いたいわ。王者などスポーツ医学の前で赤子同然、叩き潰してくれるわ。はあ、矢部くん、大西ってあんなキャラだったっけ？大西くんも相手に合わせて気合が違うでやんすよと。なんか、ま、読み間違えちゃうな。さあ、自分の座席のみプレイということで、山口くんと、対戦でございます。次回行きましょう。楽しみに。じゃあね。基本的に負けてんな。ちょっとまずいですね。急いでちょっと援護しないと、これは。ほいや。よいしょ、どうだ、これどうだ、あ、ダメか。弾道は悪かねえんで、あとパワーうまく当たればなんだよな。来た。よいしょ、どうだ、行っただろ、これ来た。2011初ホームラン来ました。今のこのホームランの表記になったのはこの時代からなんですね。なるほどなるほど。